はいどうも、僕は望月健人と申します。みんなからね、モッチーって呼ばれてます。これからね、もうフリーランスになって稼ぎたいなって思ってる30歳です。だけど実際フリーランスになるのって不安だったり全然わかんないことっていっぱいあるんですよね。今僕の周りにクリエイティブなお仕事をして年収1000万に到達したフリーランスの先輩ケンさんに最近会いに行くのが僕の日課なんです。ということで今日も行ってみたいと思います。ケンさんお疲れ様です。あ、もっちまた来た。また来ました。もうあのね、前回の内容気になりすぎて、あれ自分の特技を生かしてどうやって仕事にしていくかっていうやつ、もう前回言ってくれよと思いながらもやもやしながら帰ったんですけども我慢できず今日来ちゃいました。OKOK、うん、じゃあちょっとおさらいすると、はい、モッチーは体を鍛えるのが好き。大好きです。で、じゃあそのもうスキーを極めていって、うん、じゃあそのもう誰にも何も言われなくてもやっちゃってるから、うん、これはじゃあもう本当に紛れもなく好きなんだねっていう。もう大好きです。とこに行ったね。はい。でじゃあそのスキーを生かして、うん、じゃあまずその自分の得意分野を生かして、うん、じゃあそれをどうやって最初の一歩を踏み出して仕事にしていくか、うん、っていうところで、それで前回は終わりました。終わりました。じゃあそれをじゃあ今日はちょっとお話しさせてもらいたいと思います。ありがとうございます。はい。じゃあね、まずモッチー体鍛えるのが好き、はい、ということはその今までずっとやってきたってことは、うん、じゃあたくさん勉強したよね。めちゃめちゃ勉強しました。どうやって勉強したの？ネットで、うん、自分の鍛えたい部位どうやったら大きくなるかって検索して、うん、で出てきたものを、まあ、インプットして、うん、ジムで実践する、アウトプットするの繰り返しです、うんうん、あ、オッケー。じゃあ一つは例えばモッチーの場合体を鍛えるのが好き、大好き、めちゃめちゃ勉強してきた、ネットを見て勉強してきて自分で実践してきたね。した。じゃあその実践してきた結果、うん、トレーニングを始めようって言った前と今とどう違ったの？自分の求めるスピードで体が大きくなってて、うん、ハッピーです。めっちゃ太くなってるもんね。めちゃめちゃもう太くなりました。じゃあ成果は出たんだよ。もう成果出ました、うん、はい。じゃあそれを伝えればいい？え？それを伝えればいい。それを伝えればもうお金になるんですか？お金にもなるし、はい、誰かが喜んでもらえるんだったら仕事になるよね。ああ。いろいろプロテインも試したでしょ？試しました。めちゃめちゃ試しました。これ効果ある、これちょっと合わなかった、いろいろあると思う。自分の中であの実験結果も溜まってきてると思う、うん、でそれを今度はまたモッチーみたいに体を鍛えてもっと男らしい体になりたいとか、うん、もう夏に向けてもっと鍛えて、うん、あのちょっとその美ボディっていうのかな、うん、あのちょっと映える体にしていきたい、うん、もっと男らしくなりたいっていう人のためにそのモッチが今までやってきたことって提供できんじゃん。確かに、うん、だってなりたいんでしょ、モッチみたいな。なりたいはずですね。はい、うん、俺みたいになりたいってやつがいたら俺に声かけてくれ、俺が教えるからって、うん、時間を割くから、はい、その分の対価を俺にくれ、うん、絶対そのあのコミットは達成させてやるからっていうところで仕事になるよ、うん、あなるほど、うん、僕も小学生の時やろ、元プロ野球選手が教える野球教室に通ってたんですよ、うんうん、それも元プロ野球選手教えるんだったら間違いないやろっていう、うんうん、まあ、ある意味期待を込めて通わせてもらってたんで、うん、それに近い今感情を受けましたね、うんうんうん、その今通ってた教室も元プロ野球選手が教えるんだったら、うんうん、実際めっちゃ実績積んでる人でしょ。めちゃめちゃ実績積んでます。あの練習もしてきてるだろうし、はい、実践に出ていろんなあの失敗も成功もたくさん体験してきた人だから、うん、そういう人に教わるんだったら確実だろうってやっぱ思うよね。思いますね。しかも対価、うん、月謝、うんうん、めちゃめちゃ高かったです ね、はい、そうだからそういうものことなのよ。ああなるほど、うん、であとはそのどこにお客さんがいるか、うん、そのあとはモッチーのその強み、うんをじゃあどうやってその相手に伝えるか、その必要としてくれてる人に伝えるかっていうところはまたその広告のお話とかになってくるけど、なるほど。じゃあプロモーションっていうのかな、はい、宣伝をどうしますか、うん、っていうところになって、じゃああとは棚卸しをしていかないといけない。なるほど。でその一緒になって強みを探していって、うん、それをどう伝えるかっていうのは俺の仕事、こっからは。ケンさんそういう仕事をされてたんですね。そう、そういう仕事。なるほど。だから多分このラジオの中じゃ終わらない、そのモッチーのこの強みを引き出すっていう。どのぐらいの期間トレーニング積んでその今の体になったの？筋トレ僕が初めてハマってからまだたったの8ヶ月なんですよ。8ヶ月でこんななれる？8ヶ月でこんななってるんで。へー。もちろん僕よりも体の大きい筋肉のある方っていうのはもう5万といるんですけども、うん、ある種初めてゼロから始めてからのスタートにしてはかなり
ハイペースというか、うん、ところはちょっと自分でも自信があるというか嬉しいというか、うん、自慢できるポイントでありますね。まあ、体格差とか個人差はもちろんね、うん、出てくるとは思うけど、ある程度その自分がこういう道を通ってきたよっていうのは、うん、あの伝えられるし、うん、それもなんかその必要としてくれる人はいそうかなとは思うね。いろいろとその細かな縛りはあるとは思うけど、うん、ただ自分はこうしてきたよってね、相手に伝えて、うん、でそれでアドバイスしていくっていうのはできると思うし、うん、であとはそのモッチの今のこの体になりたいっていう人は、うん、なんでこうなりたいのかとか、うん、そのなった後自分はどうなってるのかみたいなのを、うん、その先にね伝えてあげるっていうのも、なるほど、うん、一つかなと思う。モッチが一緒にそのヒアリングしていって、相手とヒアリングしていって、うんうん、こうなったらいいよねって言って、その一緒にワクワクしきれた状態でそのトレーニングに臨めたりとか、うんうん、そういうのもなんか一緒にサポートしていって、なんか一緒になんかその成長を共に、喜びを共に分かち合えるみたいな、うんうん、なんかそういう風にしてやっていけたらなんか結構楽しそうだなって思う。そうですね、うん、やっぱ一人で黙々って比較的ハードルは高いと思う。あ、一人で黙々とやってきた。僕は一人で黙々やってきました、うん、まあ、でも本当好きすぎて誰からも特にあのモチベーション上げさげされず、ただただ、はいはい、今日も筋トレしたい、筋トレ場行ったらよしやるぞって毎回思ってる、うんうん、じゃあそしたら一人で黙々とできる人、うん、本当に好きな人はできる、はい、だけどその大体の人はやっぱできない、うん、あのことの方が多いと思う、はい、なのであのその一緒に励ましてくれる人だったり、うん、もしくは一つ の、 そのチームを組んで、うん、そのモッチーみたいな体になりたいとか、うん、そのもっと鍛えたいっていう人たち の、 このグループを組んで、じゃあみんなで一緒にそのなあのグループレッスンみたいな形になって、うん、あの一つの目標に向かって一緒に走っていこう、支え合える仲間だぜみたいな、うん、そういうコミュニティを作って運営していくっていう、なるほど、っていうアプローチもあるし、だから結構ね、体を鍛えることとそれを教えること、指導する、伝えるとかっていう、うん、あのアプローチもあるけど、うん、コミュニティを作るってアプローチもあるよ、ね、なるほどですね、うん、まあでもすごくおっしゃる通りだなと思ったら、このクロスフィットっていう軍隊のトレーニングをあの沖縄では県内何か所か行ってるんですけども、すごくきついんですよ、軍隊式のトレーニングで。ああ、のあれでしょ、その制限時間内でこの動きをそうですやっていくみたいな、そのトレーニングをやっていくっていう、はい、でも本当にきついんですけども、やっぱきついものを誰かとその共有する、うんうん、顔見知りさんのやつですね、大体が、うんうん、お金を払って体を鍛えに行ってるんですけど、うん、でも実際に僕が求めてるのはその人たちと一緒にきついことして、いや今日きつかったっすね、ちょっと肉食い行けますかみたいのがすごく楽しみにしてるというか、それを求めに行ってる部分があって。ああ、そうなんだ。でもこれはコミュニティの強さなんですよね。うん、うん、そうだね、はい、なんかその大会の撮影入ったことあるよ。あ、本当ですか。あのリーボックの、あ、リーボック、リーボック主催の、うん、行って、なんだこの一体感、俺もやりてえって思っちゃったけどそうですよね。そう思うぐらい、あのそのクロスフィットの大会、クロスフィットしてる人たちの、うん、その何ていうのかな、このコミュニティとその熱さっていうのかな、うん、めっちゃ熱かった。本当にめっちゃ熱いですよね、うん、いやすっげえ、こんな盛り上がれるんだ、その体を鍛えて何が楽しいのって俺思ってたわけ1日目撮影、1日目、はい、で2日目になったらちょっと泣きそうになってたもん頑張れみたいな。で、あ、まあ、まとめると、うん、あの自分のスキルを一回おさらいして、うん、まとめてみて、うん、あのそしたらその自分の好きなことって絶対必要としてる人がいるし、うん、見てて面白いなっていう人絶対いると思う、うん、あ、この人面白い活動してるなって。なるほど、うん、だからそれが直接のお金になるかならないかは置いといて、うん、あの見てくれる人、ファンになってくれる人だったりとか、うん、その必要としてる人は絶対にいるはずなので、うん、あの自分の棚卸しをちょっとやってみるっていうのも一つおすすめ、はい、ちょっと紙に書いてみます、ね、うん、ペンと紙だけでできるから。本当ですね、うん、でもいざじゃあ書き出してみましょうって言ったって、うん、自分の好きなことを必要としてる人とか、うん、これが仕事になるわけねえじゃんっていうブロック出てくるもん。出てくる出てくる、うん、だって絵が上手いってなったとしても、うん、絵上手いやつらって5万って言うし、うんうんうん、自分が上手いと思ってるだけなんでしょうどうせって自分の心の声が返ってくると思う、うん、いやそだけどあのなるから絶対絶対仕事にはしたいと思えばなるから、うん、理想としては、まあ、希望、うん、としては例えば飛行機の中でなんか急病人が出てた時、うん、この中にお医者様いらっしゃいますかってあるじゃないですか、うん、あんなって
もう必要としてますって言われた時に医者だったら、あ、僕でーすって、もうこれで取引完了じゃないですか。うんうん、お医者さんいませんかの状態がいいんですけど、うん、体鍛えの教えの上手い人いませんかって耳に入ってくればいいんですけどね。うん、なかなかそうはいかん。それを見つける方法、今教えてもらえたりしますか。友達に言う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 。家族に言う。おう。で、まず、その身近な人に、俺こんなの始めたんだよね、誰かいたら紹介してって言う。おお。だけ。だけ。うん、まずは。まずそこだし。あのって言われたわけ、最近。なるほど。あの、こういう無料体験やってるから、誰か必要な人いたら教えてって言われて。はい。あ、わかった。って、うん。そしたら、それが頭に入るじゃん。入りますね。入って。しかも、そいついいやつだし、はい、なんか力になりてえと思うわけ。おお。でなったら、あ、そういえばこんな友達いたなってなって、no. その友達にまたあのこういう無料体験あるから一緒に行ってみようって、すごく楽しいから、はい、でそこで口コミが発生してるの。なるほど。で、あのでそれ連れて行けたらその友達も、うん、あのありがとうねだし、うん、そのあの自分の紹介した人も、うん、もし体験そのサービスが良かったら、うん、まあ、ありがとうございました、すごく楽しかったです、うん、って感謝されるっていう。なるほどですね。そうだから、なんか、その彼が、先にやったのって LINE で、俺に誰かいないって言ってきたことなの。うん、なるほどです。確かに。ただそれだけだ。はい。だから最初にできる、本当にちっちゃな一歩って、うん、家族友達にこういうこと始めたんだけど、うん、誰か、周りにいたら紹介してっていうことだけ。ケンさん、もしやこれは僕が、ケンさん、最近僕車壊れて、ちょっとやばいんですけど、なんかいないですかね、お知り合いに車屋さんとかいうのも、もしや近いもの。それそうそう、それそれそう、最初にモッチーがやったことって相談してきたことじゃない、はい、そうですね、相談しました、うん、あの俺に対してやってきてくれたのっていうのは相談、はい、で、あ、こういつもお世話になって車屋さんいるよって紹介して、その車屋さんがたまたま、はい、あ、こういう条件の車だったら仕入れましたよって、うん、見に来てくれますみたいな感じで見に行って、はい、めっちゃ良かった、めっちゃ良かった、即買いしました、即買い、はい、で、それでモッチーの解決問題を解決したじゃん、一つ解決しました。で、そしたら車屋さんも、うん、俺が言ったもんだから、うん、こういう車ありますかって言ったもんだから、うん、教えてくれたじゃん、はい、入った、うん、だからそこでもうただ本当にもう俺は LINE しただけなの、うん、モッチーも LINE しただけで車いいものが手に入った、手に入りました。だからそのまずちゃんと人に言ってみるっていうのはすごく大事だと思う。まずもうダメかもしれないけど、うん、諦めないでまず言ってみて、うん、言うだけただだしね、 LINE もただだし、ね、確かにありがたいことに、うん、だから最初にできるあの広告宣伝っていうのは、うん、本当にそれかな、家族友達 SNS 言ってみるっていうところかな、うんうん、なるほどですね。